は。こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめましてではない。はじめまして。こんばんは。2回目ですね。さっき食べてるよ。食べます？うん、めっちゃ食べてたよ。私だって付き合ったの赤からで付き合った。そう確かに。どうですか？赤から。水の赤からで付き合った。水の赤からで付き合った。じゃあ水の赤から行こう。リクの女の話も聞きたいよ確かに。聞きたい。マジで話さない。何？本当にどんどん掘っていかないと。リク？リクでしょ？何歳だっけ今？19歳だもんね。高3からプロなんて知ってる？知らない。高三からプロになって、うん、そこの高校を通いながらじゃいけないからそこの高校を辞めて通信の高校行った。あ、そうなんだ。そんなの絶対言ってるじゃん。確かに。すごくない？そこまで。ガチすごいっす。出会いが。自分で言う。自分で言う。じゃあはいはいはい。せー。じゃあなんでその斜めなの？できれば。で、まあ、一回まっすぐやっていただきますでしょ。いやな。一回ね。一回ね。一回だけでいいから。せーの。いただきます。撮ってるあれ。撮ってると思う。はやた楽しそうにやってたっすね、これタキ君、一番上なんでじゃあじゃあいいいいよ、どうぞ、食べて味見してないからかっこいいんだよ毒味してください、タキ君毒味言うとるやん、失礼やな毒味してめちゃくちゃしゃべるじゃんついていけなかった今日、あれっすか、YouTube 仕様なんすか違う、俺このスノーレはこんぐらいしゃべるんだ相当、熱パブってるっすそうな普段どんな感じなんあ、美味しいよ喋んない喋んない、嘘じゃんいいキャリア、いいキャリアリクとか友の前で結構喋ってる一番喋ってる辛さ大丈夫その周期可愛いですねでしょこっちも可愛いよあれこれ買ったんでしょ、前そうその話しましたよめっちゃ見てくれてるいいよ、はい見れてないですよね見れてないじゃないか見ようとしてない見れる日たまにこれすぐ見れる食べるご飯、今あ、じゃあ小盛りでいただきますか友の小盛りは結構普通だからいやいや、小盛りでいいです、本当に知らないじゃないですか、だっけ俺が来ること噂では聞いてる友達はすごい知ってる友達、意味わかんない取り方するんですよどういうこと食べん時そう、バイキングじゃないですか一巡目普通に行くじゃないですか、うん、で、二巡目、うん、なんかチーズとかハムとチーズとかよ意味わかんない取ってくるんですよ前菜みたいなで、サラダもう一回行くんですよあ、マジガチ意味わかんなくないですか確かにメインのおかずとかじゃないのおかずじゃないサラダ大好きなんですよあれこっちにうずらの卵ある食べる、うん、そんないらないらしいわそんなあ、間違えた、これじゃないマジですかおいしそうご飯にぶっかけるおいしそうでもポジション違くなかったこれぐらいのやっぱりん？ねえって何？何が何がねえのか聞けなかったよ。ね何がねえのか聞けなかった。そういうの暑いっしょ。チェシーいる？窓ちょっと開けたら。吹いてじゃないんだ。窓開けるのはちょっとやりすぎてるわ。あそう。キモい。お前がそういう顔出してきた。キモい。生活レベルそんな上げない方がいい。そう。俺もう今がマックスなんですけどこれ以上上がるんかなと思ってるんですよ生活量上がるよ上がる俺トモ君やばいっすねやばいとは思ったら持った分だけ上がるよもし絶対パートナー早く見つけないとじゃないですか、うん、パートナートモはパートナー見つけて早くお金任せた方がいいどういうこと使っちゃうってこと俺は絶対自分でやっちゃダメですあそうなんだ一人だから自由じゃないですか自分の、うん、あれはあれだけ今まあそうそうなのかなそうでしょ一人じゃ作る気なんなくないですかあんまなんないねあのサッカー選手だとある程度栄養考えないとじゃないですか、うん、だから作る気になんないですあ確かにねそれはあるかもでも俺作ろうと思うとだからちゃんと作るんですよこの間肉じゃが作ってコンソメスープ作ってコンソメスープで大根のなんか醤油漬けみたいなの作ってえらい、まあ、ひじきは買ってきて、うん、ご飯とサラダえらいね結構自炊したことないし、あるマジでたまにのマジでたまにマジでたまにもう、なにそれ、なんもわからん親はさ、基本家にいるの母親母親の母親と父親と住んでるんですけど夜ご飯は、だいたいおばあちゃんが作ってくれますあ、おじいちゃんもいるの、うん、おばあちゃんのご飯ってうまいっしょうまい、ねえ、じゃあさ、栄養とか考えてくれるの
そんなに考えてなくても整ってるよね。まあ確かに。おばあちゃん。おばあちゃんご飯はね。なんでだろうね。うん、渋いよね。渋い。代表二人である。代表海外行ったらいつも二人。あ、そうなの。代表がいい。いやじゃない、あんまり会わない人と2人で会っちゃう。でもその経験がないんですよ、まだ。うん、いい人しかなってない。あ、そういうことね。え、それ誰が選ぶ、どっちが選ぶ。適当に決める。あ、そうなの。結構考えてくれるの。だから割と新しい人は、ちょっと知ってる人っていうか、うん、何回も呼ばれてる人みたいな組み合わせが多いです。なるほどね。最初代表に家に来た時テンション上がった。爆売りだよね。めっちゃ寒くだよね、何歳だって最初。アンダーナ15歳。 15? へぇ、すごいね。15で代表にユニフォーム着たらやばいよね。将来有望だわ。親とかもめっちゃ喜ぶでしょ。めっちゃ喜ぶでしょ。16歳くらいの時に仙台でなんか大会あったんですよ、うん、で代表の試合そんな見れないじゃないですか、海外で、うん、ね、だからめっちゃ喜んでました。だよね、嬉しいよね。親そっから入ってんだじゃん。そうっす、すごいね。エリートでしょ。山形ユースでってなかなかないでしょ。今までやばいっすよ。いない。いないんじゃないで。もね、さすがに緊張する。最初は上手いんだろうなとか思いながら行くんでしょ。東京から来るやつとかもいるじゃん。ちょっとどうなん、山形にいる身としてなんか嫌なの、ね、怖いよね。東京の15歳とかマジでなんか混ぜてるもんだ、うん、下に見てくるじゃないですか最初。でやっぱそうなった最初。早生まれだからまだあれだったんですけど。早生まれはどうなの、居心地良くはない。みんな年下みたいな感じでしょ、ね、割と。そんなに普通に、うん、え、普通にタメ口なの、ね、みんなタメ口。あ、そう、呼び捨て、うん、お肉入れる。いる。トモは食べる、はい、入れます。トモは何でも何分目すか。豚肩ロース今2ぐらい。いや、それはない。あ、ありだ。トモ食べない。え、いいですか、うん、あ、確かにちょうどよくない。サラダのね、1巡目終わってサラダ食べて、うん、出た。私何、何するの。肉入れるんだよ。私何するの。私何するの。うまっ。うどん。うどん美味しいね。うどん足んないかも。あー、ついよ、絶対それ。うどんもないの。うん。終わり。あるって言ったの、これだけなの。ね、私もあるって思って、2個しかなかった。大丈夫。全部足りないじゃん。いや、大丈夫です。この後リゾットあるんですよね。そう、リゾットある。いいじゃないですか。食欲減る。想像超えてたわ。確かに、シエさんも割と食べるけどね。周平さん食べる方なんですか。もう周平さんやめて。ナチュラルに。周平さん維持されてるだけ。いいじゃん。ゲクってずっとサイドバックなの。センターバックやりました。え、そうなの。センターバック。代表でしかもずっとセンターバック。そうなの。サッカー始めた頃からずっとセンターバックの。中学。中学っていろんなとこやりません。やる。まだ、うん。めっちゃいろんなとこやってましたよ。そうなの。え、モンテージュニアユース。そうっす。すごいね、マジで。で、高校でじゃあセンターバックやったの。高校どうすか。高校はもう固まってくるくらい。足早いセンターバックその頃そんなにいないでしょ。こんだけ足早い。この間言ってたわ、私の母親が。何が。ハンダリク足早いです。何を見て言ったのか分かんない。誰かと思ったらハンダリクだったとか言って。めっちゃ足早くないあの子みたいな。私知らないからさ、あ、そうなのみたいな。以上、はい。どうぞ。ちょっと入れさせるじゃん。もう忘れたわ、俺何に。中さん何センチですか。周平さんすごい、182。でかっ。でかっ。でも175の涼太くんと足の長さ比べたら変わらない。何でそんな言ってんすか。どこなんだろうね。じゃないですか。雑魚。雑魚かな。顔かも。顔かもって言わない。周平さん何飲みますか次。次何。酒じゃないよ。水素水ですか。水素水飲まんよ。飲むよ俺は。飲んでるよ。飲んでるね。あら、大丈夫。壊れた。2回目の学校に来たのまだ。マジで早くない？洗濯でやったの。やってもらおうママに。かわいい。かわいい。代表してこれ。使わないで。なんだっけ次のね。米。え、また食べれるんですか。おいめんすか。おいめん。逆にもリゾット食べれないし。トモくんいけるっしょ。あ、リゾット。すごいよ、だとしたらめっちゃうまそう。ちょっとなんか伸びてないもん、ね、ちょっと。いや、こんぐらいがちょうどいい。ナイスフォロー。ナイスフォロー。ちょっと食べてみて。食べてみて。美味しいですか。まだ来てない。誰みたいでした今。慎太郎。慎太郎のボケ。慎太郎のボケ。水。お水。はい。あげてる。もうコップ構えてる。
末っ子だね。末っ子うまいよ、先輩のなんか懐に入るのがめっちゃうまい。取れたかないっすね。ガチないっすね。マジ使えるとこがない、マジ嬉しい。ちょっと一回真面目な話しようの。てかコーヒーとか飲むの？じゃいいもん、飯。はい。あ、そうじゃん。味噌って食べる？え、いけるんすか？うん、食べます。あ、すごい。じゃなんかさ、ちょっと残っちゃって行こうか。え、くんなんかもう少しおじいちゃんになりそうっすね。え、だおじいちゃんの顔だよ。言い過ぎやって。おじいちゃんの顔。たまに、確かに確かに。写真とか見ると、え、50ぐらいだと思う時ある。確かに。試合中のやばくない？確かに言い過ぎる。こっからパパになるはずなのに。そう。俺、次何飲みますか？え、じゃあ、酒みたいに言わないで。どうだったコーラ。ねえ、やだ。変な混ぜ方しないでよ。コーラ、よかれと思ったら。どうぞ。はい、ありがとう。あ、盛りますよ、僕。いいよ、すごい先後輩感出して。ありがとう、今日。じゃあ、そのままが出す。めちゃくちゃうまい。うまい？うまい。あ、そっか、何でもうまいっていう人だった。そうです、信じない方がいいっすね。俺、実家とか行ってもこんな感じですよ。めっちゃ嬉しいと思うよ、お母さん。夫婦しすぎやろ。お、うまい。うまい。熱くなかった？え？なんで？なんで？熱くなかったって心配して、なんでえって言われる。好きな女性のタイプは？いいね。好きな女性のタイプ。じゃあとも、好きな女性のタイプ。タイプですか？タイプ言ってから。タイプ君からお願いしますよ。あ、確かに。確かに。確かに。好きな女性のタイプはって言われたらなんて答えるの？え、明るくて楽しい人。あ、私だわ。じゃあともは？俺は。芯がある人みたいな。ああ、芯がある人。例えば、例えば目標とかって欲しいです。ああ、なるほどね。はい。でそういう人がちょっと尊敬できるみたいな。あ、そうそう、尊敬し合いたいですね。ああ、いいね。はい。いくわ。俺何かな、楽しい人と、うん、ご飯を美味しそうに食べる人。ああ、いい。なるほどね。いや、俺いいね。え、きついそこまでやりすぎ、うん、やりすぎだ。しんどい、もう毎回ね。リクって飯あんま食わない？僕全然食わないっすね。そうなの。体重落ちない？食わないで落ちないっすね。そうなの。あんな動いて試合で食べてて家でもめっちゃゆっくり食う。1時間ぐらい。やばっ。俺ちっちゃい頃めっちゃ食えって言われてて、本当に気持ち悪くなるぐらい食わないと腹いっぱいなんないような体になっちゃった。ほら、どうなる？でも動けば戻るくらい。じゃあいいね。お腹いっぱい。さすがの友達もお腹いっぱい。今日はお腹いっぱいって言ってるの嬉しいわ。俺初めて聞いたっすよ。あ、いいよ。俺のお腹いっぱい。あ、いいよ。ありがとうございます。もう終わらないでしょ。面倒くさいと思わない？全然後でやるから。もう一回なんでしてくれ。できないやん。リクが持ってきたくれたラフランス紹介しようじゃん。こんぐらいなら映ってるかな、ね、トマト知ってるよ。でかっ。トモが持ってきてくれた。おお、美味しそう。生チーズタルトとバスクチーズ。へえ。美味しそう。いただきます。うまいっすね。食ってないやん。慎太郎やん。結婚願望の話もしようやん。結婚するなら再来年とかでも大丈夫です。リクはないの？俺あります。あるの？結婚はしたいし。早くしたいんだ。したいんだ。じゃあ来年とかでもいい人がいれば。そうなんだ。リクって海外移籍したいの？したいっす。だから早く結婚したいみたいな感じ。まあそれもあるっす。海外移籍したら絶対連れてきたいよ。だよね。サッカー選手だとちょっとレベル違くない？やめてさ、来るしかないじゃん。その仕事をやめて同棲するってなると。ああ、それはある。ちょっと話が違うよね、普通の人と。ああ、そっか。覚悟が違うじゃん、同棲。そうだから、あっちのパートとかやるっきゃなくなる。仕事を今やってる仕事を一回捨ててくるわけだ。ああ、確かに。何時ですか？いつも練習の時は11時とかだけど、オフ前は12時過ぎぐらい。今日オフ前か。そうだよ。めっちゃ嬉しい。でしょ。リクめっちゃ早い朝起き。行動記録を送るグループが違うの。もう7時過ぎぐらいに送ってくる。え、それ早いんですか。早くない？オフの日だよ。あ、オフの日？うん。7時15分？そう。で、それアラームかけてんの？うん。
あ、そうなの。朝活してんの。起きちゃうっすね、やっぱり。もうね、体に染みついちゃって。じゃあ夜もちゃんと寝る。1、2時間ぐらい遅いっすけど。寝不足になるんですよ。でも起きちゃうか。マジ起きちゃう。しかも昼寝に行っちゃうから。あ、もう起きよう。なるほどね。昼眠くなるんだよ。昼寝ますよ。寝るの。温泉は行くの。温泉めっちゃ今日も行ってきた。行ってきたの。亀の山。え、安いの。亀の山のそういう公衆浴場みたいな。わかんないです。300円。安っ。水風呂ついてる？ついてないっすよ。普通の好きじゃないそれ、交代浴。え、温泉それ？そうっす。めっちゃいいね。リクマジでリカバリーしないよね、あんまり。してますよ、家でストレッチ。ストレッチはしたとしてもさ、なんかそういうマッサージとかさ。うん、好きじゃないっす。そうなの。怪我とかしないの？そんなにしないよね。大きいのはしないな。どこどこ痛いとかってさ、言うけど休まないよね。それ山さんもそうじゃない。へえ、そうっすよね。